扉田通信リターン。ちょっとこの前はできたじゃないですか、横井さん。リターンですね。その先へですよ。言っちゃった。はい、扉田通信リターンズです。何回目ですか？第3回です。あ、もう3回ね。もう怒涛のごとく、うん、例によってバタバタとやっておりますが、はい、今日は、はい、まあ、でももうあと2週間、もう2週間切ったんじゃないですか。そう、ね、これが発表、うん、これが皆さんにお届けされている頃にはもっとさらに、うん、はい、うん、切ってる。だからもうでも投資稽古やってるもんね。やりました。とはいえ大学ばっかりなんだよそう本当にそうです、ね、大阪行ってる人たちがまだ帰ってこない、ね、もう忙しいんだから。そうで、ね、東京で芝居やってる人もいるんだろ。あ、そうです、そうです。だろ、まだ、まだいないんだよ。だから本当どうなのか分かんない。でもまあそこは前にやってた人たちなん でしかもほぼね、うん、ほぼですね。で大阪で練習してくるようにって言い残して僕帰ってきたんで、うん、もう完成して戻ってくるはずです。あ、素晴らしいです。楽しみにしてて、はい、楽しみです、うん。セリフの中にそれってガールズがレディースに変わったってことないのってセリフがある。その通りなんだ、ね、あ、そう。今日ガールズから高木くんが言っていましたが、成長しました、8年経って。そうね、ママさんコーラスのチームのリーダーになってますが、はい、うん、もう一人華麗な出世、うん、出世なのかな、出世でしょ。まあまあ、あの芝居上はね、うんうん、あの三玉商店会のこの人ね、魚活？そうです、魚活でした。魚屋だったんでね、はい、タオル巻いて、そう、うん、ガラガラの不正をしている魚屋さんだったんだ、はい、だが今回はなんと市役所職員、三玉市民会館の職員です、うん、はい、の一人加藤です。加藤はじめ加藤はじめ、そうです、うん、ね、鹿の頭もらっちゃうんで、うんうん、酒井さんがやってらっしゃった。そうです、酒井さんがやってた役ですよ。そうですね、全然違うんじゃねって、うんうんうん、トモさんの時も ねそういう話題になりました、ね、だけどもうこの人はこの人で全然違う感じで演じなきゃいけないんですが、うん、まあ、その人を今日はちょっと呼んでます、うん、はい、話をゆっくり聞きたいと思います、うん、で今日のゲストは犬飼淳二先輩です。イエーイ、犬飼淳二先輩です。はい、犬飼淳二です。よろしくお願いします。髪を切りました。確かにそうか、前回ドリル魂の時にここ来たか。来ました。来た、はい、ね、あの工事の器具の使い方をここで、はい、実演してくでその時はだってもう、あの、もう現場のバリバリのいっちゃんの中核のおいちゃんの役なんで、うん、見ましたよ。そんなだったよね、髪、うん、ヒゲも生えてましたからね。ああ、そうですね、そうだよ、そうだ。どうした、どうしたって市の職員できないですじゃないですか、あれじゃ。確かに振り幅大きいよね。ああ、そうです、ね、ついあれは9月のこと、9月ですね。だよね、はい、いつ切ったの。これの稽古入ってたから、うん、先月ぐらいに、はい、なんて言って切るの、そういうのって。床屋さんも引かない。いや、あの感じの人が来て、だから どこで切るの、ね、床屋だからヘアサロン、あの、もう本当に髪、あの、芝居で、うん、役で、今回みたいなパターン、うん、芝居でちょっと役で髪切ってくれっていう以外で切らないんですよ。ああ、それでいいよって言ったらそのまま、うん、だから僕ちなみにこれ切ったの2年ぶりです。へー、で2年切らなくていい役でしか出てなかった。そうですね。え、2年前何ですか。2年前は、うん、あの、自分のどさんこでやった、うん、坊主になったんです、その時。おー、そうでしたっけ。そうです、かもしれない。それが2年前なんですよ。その時に、うん、あの、まあ、これ全然別の話なんですけど、うん、炭鉱の話やるからって言って、うん、もう炭鉱の男をやるつもりで、うん、バリバリひげ生やしてバリバリ髪伸ばしていったら、うん、あ、ごめん、中学生の役だからって。なんでそんな変わっちゃったの。いや、知らないで行ったんですよ、うん、初めて札幌で稽古で行ったら、うん、これ、俺中学生だよ、夕張のな。そうだよ、夕張かなんかの炭鉱の話なんだよね。そしたら炭鉱夫の役って思うじゃないですか。選んでたんですね。え、思ってた、内容知らなかったから。そうか、そうか、そうか、もっ
ったら中学生の役だから坊主にしてくれないとか言って中学生やらされるとは思わない、ね、思わないで言っちゃう。でも坊主にして2年であそこまで伸びんの？そうです。人の髪の毛ってすごいな。これぐらいだったよ。ありました、ありました。ね、1ヶ月1センチ伸びますから、人間の髪の毛は。うん、そうなんだ。ああ、24センチ伸びたんですよ。すごいね。そう、で、そうなんですよ。だから2年ぶりに切って、その床屋に、あ、まあ、あれで行ったら、あの待ってたら、あのすいません、髪それを整えるって言われですかって言ったら、すみません、それはうちやってないんですよねって言われたんです。どういうこと？あのそういう長い髪を整えるっていうのはやってないと。なるほど。普通に散髪しかやってない。あ、大丈夫です、普通にしてください。床、うん、屋さんなんだ。床屋でしたね、近所の。ヒゲも取ってない。ヒゲは自分でやりました。もうカットだけで。普通にってところなんだ。っていうか一応、うん、普通って何だって話じゃないですか、うんうん、市役所に勤められるようにみたいな。なんか前髪が目にかかるかかからないかぐらいで標準的に切ってくださいって言いました。前髪基準ザクザクと。もうすごいすごかったですよ。それだって鏡見ながら泣いたりしない？全然。っていうか僕メガネ取るとどうしました？いや、メガネ取ってあれしてるから僕目すごい悪いから何にも見えないんですよ。もうかけた時にようやく分かるんですよ。あ、こんなになったんだ。いや、もう束でもらえるよ。まあ別にいらないですかね。確かに髪の毛髪の毛はどうでもいいんだよ。髪の毛の姿から役作りすんのやめろ。あ、髪、これもこの髪も怪しいんで、なんかいや、ちょっとこれな。そうです、ちょっとね、実際のと違う、気持ちを整えて、もう役作り入ってます。はい、で、はい、今芝居やってて、もう投資稽古もやってますけど、はい、まあ役は違うじゃん。はい、全然違うじゃん。全然違う。狡猾ですよ、前は。そうですね。前多分髪長くてもできたと思います。そう。あ、長かったんですよ。あ、長かった。長かったと思う。多少暴れん坊の酒屋の間だからね。そうそうそう。鮮魚店の若旦那。うん。でもそれが今回、はい、そう、高木に、後輩の高木智之に、うん、バカにされながら勤めている施設一筋30年の地方公務員、うん、これどうですか、やってて。どう、まあ多分初めてやる役どころですよね。あんまり普通の役やったことないんですよ、日常生活を送ってる。信用金庫の職員もやったよ。やりましたね。やったよ。あれもなかなか良かったんだよ。やりましたね。うん、あのね、うん、悪いやつにはめられてね、あの不正をするね。そうですよ。信用金庫職員。ああ、ちょっとキャバクラ通っちゃって楽しくなっちゃう。ああ、なんか写真撮ったのかも。キャバクラのやつね。意外に良かったの。ああ、良さそうです。で、ずっと奥さんに叩かれてるんだけど、その鬱憤が逆転して遊び覚えたら、それ止まんなくなっちゃって、やっちゃいけない不正をする、信用金貸しちゃいけないところに反抗しちゃう。やりましたね。そう、懐かしい。はめられる、まあ、はめられる普通の人なんだけど、あれが割と良かった。面白かったですね。そう、はい、あ、こんなあるんじゃん。もう常に逆にっていう口癖がね。いや、それとは逆にって。逆にそれは。で、まあ今その普通の人やってて、うんうん、まあできるのは俺は知ってましたけど、どうですか、うん、手応えは。いや、とてもいいですね。お、うん、なんで歌わないから。そうですね、タップもないし。魚山ね、今回ね、タップがうまいの。おー、そう思わない？まあ、もうだってもう、そうですね、だってできる人がやってんです。上原とさ、うん、まあ、新原前もやったのな、はい、うんうん、まあ有馬も習ったこともねえくせに、あいつ器用じゃん、うん、なんとかすんじゃん。しかもすげえ練習するから、ちゃんとなんとかすんじゃん、うん、まあ、手こずってた。さ、うん、あのね、扉田研究所ができてからタップが授業になったの。そうです。でもその研究所前世代だ。そうですね、やったことない世代なんですよね。習いに行ってた。え、習いに行ってたんですよ、当時。あ、うん、あ、そうなの。もうやるって聞いてたから。ああ、あの成果だった。あれですよ、飛び技習ってる上原のがすごいよ。あれ、なんであんなにあいつ器用なんだよね。そうですよね、本当に。高木とこんなにがっつり組むの初めてよね。初めてですね、はい。
そうだよね、うん、まあ、高木もこんな大役は扉座でなかなか、まあ、あの実はね、ところどころで、うん、あのホテルカリフォルニアなんかでも大事な役やったんですけど、うんうんうん、人と交じらない役だったし、うん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 、今回は2人でいいコンビを見せてくる、うん、それでも高木と意外に息が合うの、いいコンビな感じですよね。基本多分仲いいんで、まあ、いや普段遊んだりとかしてるわけじゃないですけど、うん、それこそ去年 の, あの隠し撮りでの時に楽屋ずっと一緒だった、もう2人楽屋ずっと一緒、明治座の舞台ね、明治座大阪全部2人で、ずっと2人、ずっと2人、そうだったんだ、楽だねとか言ってながら気使わない、お互い気使わないとっていいから、じゃあそのコンビネーションが今やってるわけね、うん、まあ、今回全体ではどうなんですかね。でもやっぱりそのまあ人数が多いですね、久しぶり、うわすごい多いなっていう、ね、うん、はい、それもやっぱりその、まあ、一回やりたくね宴会やりたくね、もうコロナで宴会やるのをもうやらないのが身についちゃってさ、そうですね、やらないと経営楽だなって、経営がね経営の問題でね、そうだよ、これどうするこれ、年末高い新宿なんかで、もう信じられないぐらい飲みますからね、公園でいいんじゃない、公園寒いか、もう寒いよ、いよいよ駆け出しの劇団みたいな、本当に、ね、本当ですよ、逆走 し始めるみたいな、もう花園神社でいいんじゃねえか、寒い寒い寒い、あと怒られます、怒られます、人数が多いっていうのもね、人集めて一番大変なんだよ実は、世の中で、いやそうだと思いますよ、仕事なくて今もう、もうだって働く人がいないから潰れる店があるんですよ、うんうん、そうですね、給料高くしたって、うん、うちなんか給料なんてもうどんどん減っていくばっかりなのに、うん、人ばっかり増えていくって、これどういうこと、そうですね、そんなに楽しい楽しいんでしょうね、いやまあわかんないです、僕はまあなんかこれが生活だからあれですけど、大人と関わってるともう大人の人たちが、うん、終わらないでほしいって言うんです、何が特別、芝居が、公演が、公演がね、楽しくて楽しくてしょうがないっていうの、大人の人たちというのは、実は扉戸でも大人の演劇部というのがありまして、うん、はい、ね、もう50以上になったんだっけ、今もう 50から、もうあと資格あるんじゃねえの、はい、あります、そうだよね、大人演劇部ってなんか先輩たちがやるようなイメージだったんですけど、うん、もう全然中核、俺なんか、うん、でもその大人の人たちが、のために、うん、先生ですか、うん、そうです、演出ですか、この間も演出してくれたし、そうか、彼らがね、はい、彼らがあの方たちがやめ、いや終わらないでほしい、はい、やっぱ芝居面白いんだね、面白いんですね、ということでですね、今日はこれな前振りです、はい、実は大人の演劇部とともに、はい、うちはもうずっと若手の育成をもうやっておりますが、うん、でもうこの間育成公演という、まあ、劇団だけではないのですが、ドリル魂というミュージカルをやりました、うん、そこに出演しながら演出もし、はい、指導も、はい、がっちりやってた、うん、見た、見ました、見たよね、うん、であの舞台、そこの中で出演していた若者何人かが今回、実はチラシに出てないんです、申し訳ないです、うん、名前が出てない、もうあのなし崩しに出演するよっていう情報を出してるんですけども、うん、ちゃんと紹介していなかったんで、はい、今回、まあ、犬飼いチルドレンと、おー、増えていきますね犬飼いチルドレンがどんどん、絶対思ってない、あの今本人たちは入れるよ、すごい数になってきました、ねうん、ということで、犬飼いチルドレンをご紹介したいと思います、うん、今回の出演者、若い出演者たちです、それでは扉座ユースを紹介いたします、どうぞ、はい、久我ねねです、扉座通信をご覧の皆様お久しぶりです、私は今年扉座が関係している舞台に出演するのが、3度目になります、本公演2回とドリル魂、うんうん、とっても嬉しいです、あの幸せな気分で年を越せそうです、皆様にお会いできることを楽しみにしております、修行拓馬です、僕は北海道札幌市出身の今26歳です、ドリル魂では岩平役を演じさせていただきました、あとは去年蕨座に
秋田県にあるわらび座の小劇場なんですけども、半年ほど出演させていただいたり、もっともっと芝居頑張っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。時凛太郎です。大阪府出身25歳です。ドリル魂では犬飼さん演じるパクさんの射程役トモを演じておりました。よろしくお願いします。はじめまして、引田雄生と申します。福岡県出身26歳です。ドリル魂では、棟梁竹松役をやらせていただきました。今回こうして扉座の本公演に関わらせていただけて大変嬉しく思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、伊予永拓幸です。ドリル魂では安全太郎役を演じさせていただきました。また、去年明治座で、隠し砦での三悪人と、また先月まで、歌舞伎の方、スーパー歌舞伎大和たけるの方にも、出演させていただいておりました。で今回の歓喜の歌もちょこっとだけ出演させていただきますので、ぜひ応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは、千葉県君津市出身森安也です。ドリル魂では顔面一郎を演じさせていただきました。それドリル魂をやる前には飛び立つ研究所に入っており、その前には日本工学院専門学校に通ってました。まさか専門学校から続いてここでこうやって飛び立つの本公演に出させていただけると思ってませんでした。飛び立つの本公演とっても面白くて勉強になるので、ぜひ後輩の学生諸君、学生料金安いので見に来てください。よろしくお願いします。ということで、6人のはい、はい、あのそれぞれごめんね、ちゃんとご紹介が遅くなって、そうね、うん、まあ割と早めにもう稽古してたんですけど、うんうん、まあちょっと発表のタイミングを見計らっておりました。はい、そのユースという仕組みが、うん、やっぱちょっと今までなかったじゃないですか。研究生だった子もいるし、うんうん、研究生じゃなかった子もいるんですよ。一人ね、そのドリル魂のオーディションで入ってきた子もいるし、うん、そうじゃないんだよね。そうですね、その前からつながりはあるんだよ ね、横内さんがやられてたマグカルアカデミーから長いそうなんだよね。ちょっと言ってたよ、うん、私あの立ち上げメンバーですか。そうですよね、そうですよ、私マグカルアカデミー先輩だった。そうですよ、ね、最初は横浜でやってたね、その神奈川県主催の 若者育成プログラム、うん、最初の時に、まあ、うちのどうせやんだったらうちのメンバーも、うん、もう研究所出た人たちだったんで、うん、やりましょう、うん、はい、うん、でミュージカルで、だってもともとだって金沢かなんかでさ、うん、宝塚行こうと思った人さ、それでミュージカルやる気なんだと思うじゃん。思ってなかったじゃないですか。最近さ、いやなんか私は歌がトラウマがありましてとかね、なんかで言ってるの聞いて、マグカルの時に言ってたじゃないですか。言ってたんですよ。だからね、あのみんなね、あのドリル魂でもやってたけど、ちゃんと歌が歌えるし、ちゃんと踊れるんですよ。それが素晴らしい。と思いません。誰に聞いてんだ。仲はいいんですか、皆さん。いいです。いいと、すごい、うん、いいです。本当に？すごいいいですよ。なんでそんな仲悪い？そんな悪い。私は仲悪いわよ。私はやっぱ外側から見てるから分かんないけど、だって気も違うよね。あ、そうですね。研究所出身って言っても、はい、だって先輩もいるわけ。います、います。はい、います。先輩なんだ。ここが同期なんだ、はい、研究生の時同期、はい、で後輩で僕らと、あ、うん、3人がもう直の、もう同期か、はい、直の後輩先輩。あ、じゃあ1年しか変わんないんだ、はい、そうです。あ、じゃあまあ面識はずっと一緒にやってたんだね、はい、毎年は研究所は1人か2人を残して準在員にってしてたでしょ、はい、でもそれやってるともう私の残り時間が、人生の残り時間のことですけどね、これね、もう10年とか、あなただって10年でしょ、うん、20年いますでしょ、うん、でそれともう育成できる人って2,3劇団入れたって2人ずつ1人2人ずつ入れたって10人とかそんなもんじゃない、うんうん、もうちょっと急がないと間に合わないぞと、うん、もう思ったわけ、うんうんうん、もう今でさえもうあんまり行けてない 若者の稽古とか、もう任せちゃって、もう任せちゃってますからね、うんうん、もう体力の問題もあるよ。だって昔朝から晩までもう本当にフル稼働してたけど、さすがにちょっと頑張りしてくださいよってことも多いのさ、うんうんうん、ね、で、はい、なんでもう一挙に
で、たまたま男が多かった。ここら辺。あ、そうそう。今どこに行ってもですね。いや、そうですよ。もうどのオーディションでも女子ばっかりで、男がいないって言って、特にミュージカルなんかもそうなのよ。ピューロでやってでしょ、私、あの可愛い歌舞伎って言って、ハローキティのピューロランド、ね、可愛い歌舞伎っていうのやってますけど、だ男性ダンサーも必要なの、あれには。そうですよね、ところがそれの倍率と女性ダンサーの倍率はもうね、10倍以上。もう女子人、女子 2,3 人入れるのに 2,300 人来ちゃうんだよ。すっごい厳しい。いや、そうですよね。もうみんな今もうああいうところで踊りたいって、昔はあのね、仕事のないミュージカル女優のアルバイト先だみたいなイメージはもう今違う。あれがやりたくて、もう学生時代から勉強してるのにいっぱい。でも男が本当にいないと。そうかそうか。でちょっとなんかたくましい人が欲しいんだけど、さらにいないって。でもほら、たくましいでしょ。確かに。完了言っちゃう。全然いける。あ、アクロバットがね、できるから全然いいけど、そういうのがあって、この男のたちのニーズだと、今回も男性合唱団が必要で、そうだ、あなたを助けに来る、はい、ね、そうです、城山クラブというレディースコーラスに特別出演してくれる城山クラブの男性をやってくれてます。誰？はい、レディースチーム、はい、はい、そうか、ここには2人しかいないのか。リリース、え、ガールズは、ガールズ、あ、全員やガールズ全員や、ガールズにはちょっと人数で今負けてる、ね、まあそれは若者たちでやるんで、ダンスもどうなる、はい、はい、わかります。あ、5人、あ、6人、はい、あの、この、あの、あ、そうだ、あれ、あの、あ、期待しといてください。ハードル上げた。振り付けが鈴木梨沙さん。あ、そう、楽しみに。え、でも僕、まあ、僕踊りがあれだからあれですけど、見ててすごいなと思いながら見てます。砂田さんってどう見えてるんですか、皆さんから。接点そんなにないかもしれない。答えづらい質問です。なんでほら、みんな困っちゃう。ということで、ね、若者たちの意気込みを聞こうじゃないか。はい、そうしましょう。はい、うん、それがいい。はい、トキ君から。はい、劇団員さんの皆さんにも、皆様にも負けず劣らず、若いパワーで頑張ります。お願いします。歌とかダンスとか、与えられたものをしっかり全うして盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、扉座の名前をもらったからには、本当にどこに出ても恥ずかしくないような俳優になれるように頑張ります。いつまでもまあ先輩追いかけてるのではなくて、しっかり横に並んで、一緒にいろんな舞台立てた、いいと思ってます。お願いします。はい、全部全力全開頑張ります。よろしくお願いします。成長した姿をお見せできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、もう今回は、客演なしの、もう扉座グループ、総出でもうかかっていきますので、我がグループの力をぜひ見ていただきたいと思いますので、はい、もうよろしくお願いします。ということで、まあ、まだこの、リターンズちょっと続きますけれども、皆さんのご来場を心からお待ちして稽古に参ります。はい、頑張ります。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。